皆さんこんにちは、スプレアートでナベラちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話はよく聞かれる質問、女性、日本人の女性からよく聞かれる質問に答えたいと思います。メキシコの男性はどんな感じですかって。メキシコ人はですね、また優しい人、ジェントルメンの人も多いです。一番大事なのは家族、特にお母さんは大事、本当に大事だから、お母さんのことに関して何も言わない。強いです。多分文化なんですけど、泣かないとか弱いところを見せない感じで育ってるから、だいたいみんな男らしさを見せたい感じです。デートするときにもっとそのエモーションとかよく見せる、例えばプレゼントとかよくやる、バラとかあげたりくれたりとか、みんな人がそれそれなんだけど、ほとんどがダンスのも好きだし、サッカーも好きです。日本人とあまり変わらないんじゃない？日本人変わるのかな。それはみんな、もし違うと思ったらコメントに書いてほしいです。ということで、またメキシコの質問とか、私の質問、個人的な質問とか、何でもの質問あれば、ぜひコメントを書いてください。ありがとうございます。じゃあ面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオス。